横山ダム。横山ダムは、岐阜県伊比郡伊比川町、一級河川、木曽川、水系伊比川に建設されたダムである。国土交通省中部地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムで、高さ80.0メートルの中空重力式、コンクリートダム。基礎特定地域総合開発計画に基づき、建設された特定多目的ダムで、伊比川の治水。 大垣市をはじめとする性能地域への上水道、供給及び水力発電を目的にしている。現在ダム湖の掘作による貯水容量の増加を目的としてダム再開発事業を実施中である。その人造湖であるが奥井美湖と命名されている。伊比関ヶ原養老国定公園に指定されている。かつては、 性能用水の水源としての灌溉機能も有していたが、徳山ダム完成に伴い同機能を移行している。伊比川は古来より氾濫を繰り返す河川であり、大垣市をはじめ、流域市町村は根本的な治水対策を岐阜県に要望していた。これに応じ県は1951年、昭和26年により、補助多目的ダムとして、 イビガワ加工予約8 0トル地点である、横山地先にダムを建設する計画を進めた。その後、基礎川海底改修計画の実施に伴い、ダム事業は1953年、昭和28年に、建設省中部地方建設局、現、国土交通省中部地方整備に移管され、1957年、昭和32年より、イビガワ総合開発事業として、 建設事業に着手した。この間水没する藤橋村住民は横山ダム建設反対規制同盟会を結成し一丸となって反対運動を展開。建設省職員との交渉はもとより入村を拒む事態となった。このため建設省は藤橋村長や同盟会会長へ再三訪問、水没住民への個別訪問を重ねて、 交渉開始を混成し2年をかけて保証交渉にこぎつけ、さらに2年後の1961年、昭和36年に保証交渉が妥結すると極めて難航した保証協議となった。また1959年、昭和34年には伊勢湾台風により当初計画されていた洪水調節流量を超える出水を記録したため、 洪水調節計画の再度変更を迫られた。こうした、右予曲折を経て1964年、昭和39年6月28日に完成した。平成2年から開始された、横山ダム再開発事業は、平成23年3月をもって終了。それに伴い工事事務所から基礎側、上流河川事務所内の管理所へと変更された。横山ダムは、 伊比川の洪水調節、既得農業用水の取水量維持を図る、不特定自水、中部電力による発電、認可出力七万キロワットを目的とした特定多目的ダムである。考えに関しては九百六十八年、昭和四十三年より、農林省、県農林水産省東海農政局が事業主体となって進めた、性能用水事業の水源として利用され、 下流の湯比川町岡島に建設された岡島投資行為を取水され、農美平野西部の農地を潤している。なお、性能用水は現在、性能用水土地改良区連合が管理を行っている。ただし徳山ダム完成に伴い、灌溉機能を移行したため現在では、灌溉用途としては利用れていない。堤高は80.8メートルで、形式は中空重力式。 コンクリートダム。これは、ダムのコンクリート量を少なくできる点で、昭和中期に盛んに作られたが、技術が高度なため、かえってコストがかかり、現在では建設される例はない。ダム堤体内にはおよそ幅9メートル、高さ40メートル、奥行き16メートルの空洞が10カ所あり、この空洞内で、コンサートも開かれたこともある。ダム管理事務所に問い合わせすれば、 携帯内部の見学も可能である。またスペースバトルシップマトの地球防衛軍、地下ドックの撮影場所として利用された。ダム建設から40年が経過し、特に坂内川より流入する土砂によって、ダム湖である奥井美湖の大差が予想以上に進行していることから、1990年、平成2年より、事業費360億円をかけて、横山ダム開発事業を行っている。 固定の対策施策による有効貯水容量の増量と合わせて新規利水として上水道供給を目的としており2010年平成21年の完成予定である。掘削した土砂は上流に建設されている徳山ダム水資源気候中央土質社水壁型ロックフィルダムの停滞材料としてリサイクルされており有効かつ経費圧縮と環境に優しい大策。 活用法として指されている。最終的には平成23年3月に全工程終了している。本ダムは国道303号と国道417号の分岐点に位置し、国道303号はダム天場を通っていた。だが、ダム天場は福音が狭く、伊比川町コミュニティバスの路線でもあることや、ちょうど始まっていた。 横山ダム上流の伊比川の浚渫工事による大型ダンプなどの大型車が頻繁に通過し、すれ違いが困難なためダム両岸で待機せざるを得ない状況が毎日のように見られていた。このため、横山ダム再開発事業の一環として、奥伊比湖をまたぐシャバリ橋、奥伊比湖大橋、延長232.6メートルが建設され、2011年、 平成23年6月16日に開通した。なお、ダム交岸から旧坂内村方面は、片側1車線が確保されるも急カーブが連続し、落石や転落事故の危険性が大きい。伊比川町では、この区間を迂回する黒金トンネル、過小の豪華を要望しており、岐阜県伊比土木事務所は事業化へ向けて調査中である。伊比川のダムには本ダムのほか 上流に徳山ダム、下流には中部電力管理の久世ダム、西平ダムがある。支流の根尾川には中部電力の金原ダム、松園亭、上大津ダムがあり、坂内側にはイビデン株式会社所有の上武ダムがある。なお、本ダム上流の杉原地崎には徳山ダムの用水発電施設として中部電力によって杉原ダム、高さ58.0メートル。 重力式コンクリートダムが坂内側には日本国内最大の228万キロワットの認可出力を誇る課内原用水発電所の上部ダム高さ148.5メートル重力式コンクリートダムが関西電力によって建設予定であったが電力需要の伸び悩みから新規供給は難しいとの判断で中止となっている楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。